どうも皆さん、覇王龍です。さあ本日なんですが、イービルヒーローについてちょっとテーマ解説をやっていきたいと思います。リンクスラジオのお時間でございます。ですね、ヒーローっていくつかカテゴリーがあるんですよ。エレメンタルヒーローとか、それからまあ、ビジョンヒーロー、デスティニーヒーロー、いろいろあるんですけども、イービルヒーローっていうのがね、今ね、イベント、リンクスのイベント の最上階で、まあ、CPA が使ってくるんですよ。で、イービルヒーローっていうのが、まあ、どういうテーマなのか、これからね、実装されるキャラクターも一緒に踏まえて解説をしていきたいと、思っております。まずですね、イービルヒーローっていうのは、まあ、どういう、まあ、テーマなのか。覇王10代って皆さんご存知ですか？10代くんってね、まあ、大きく分けると、3期あるんですよ、3期。3人いるんですよ、10代くんって。まずは、普通に、エレメンタルヒーローを使いこなす10代ですね、10代。と、もう一人が、そのね、覇王10代って言って、要するに、闇落ちしてしまった、10代くん。はい。で、もう一人が、その闇落ちから解放されて、ユベルと一緒に合体した20代。で、10代と20代は、デュエルリンクスに実装になってるんですけども、これからね、覇王10代っていうのが実装になると思うんですよ。これから、イービルヒーローを携えて。なので、今回はこの覇王10代が扱う、イービルヒーローっていう、まあ、テーマについて、まあ、主要なカードと、どういうテーマなのかっていうのについて、まあ、かいつまんでね、解説していきたいと思います。全部解説することはできませんが、まあ、強いモンスター中心でいきましょう。まずですね、魔法カード。イービルヒーローっていうのは、まあ、もちろんね、ヒーローなんで融合テーマなんですよ。融合を軸として戦っていくテーマで、専用の融合カードがあります。まず一つ目、ダークフュージョン。通常魔法。自分の手札、フィールドから悪魔族の融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地に送り、その融合モンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚すると。悪魔族なんですよ。イービルヒーローっていうのは、ヒーローって戦士族とかだったじゃないですか。基本的には。戦士なんですよ、ほとんどね。なんですけども、イービルヒーローはなんと、悪魔族です。はい、闇落ちしてるんでね。で、融合モンスターをエクストラデッキから特殊召喚するんだけれども、その融合召喚したモンスターは、相手の効果の対象になりません。そのターン、これかなり強いですよね。対象耐性を付与できるっていう、融合なんで、ちなみに攻術する、後で説明するアダスタゴールドっていう、モンスターがいるんですけど、それからこのダークフュージョンっていうカードはサージできます。やってることは手札融合なんで、まあ、アドバンテージ的にはちょっと損することが多いんですけども、まあ、この対象耐性っていうのが強いんで、ワンパンできるモンスターとかであれば、これで出す、まあ、価値はあるかなといったところ。そして、ダークコーリングという魔法カード。これが強いんですよね、非常にね。ミラクルフュージョン。エレメンタルヒーローでいうと、このミラクルフュージョンのなんかダーク闇落ち版みたいな感じ。自分の手札墓地から融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを除外し、ダークフュージョンの効果でのみ特殊召喚できる融合モンスター1体をダークフュージョンによる融合召喚扱いとしてエクストラデッキから融合召喚すると。イービルヒーローってね、融合召喚条件としてダークフュージョンの効果でしか特殊召喚できないとかついてるんですよ。だそれでも一応コーリングでも出せるようにしたっていう感じですね。でね、イービル版ミラクルフュージョンなんですけども、これが墓地から素材を除外できるわけじゃないですか。これがかなり強いですね。で、しかもこのカードを1枚手札からペッてするとサーチできる、なんか海、アトランティスをサーチできる、アトランティスの戦士みたいな感じで、アダスタゴールドっていうのがいて、これ後で説明しますけど、これペッて捨てるとこれ持ってこれるんで、これがかなり強いということですね。そして火球モンスター。火球モンスター3種類いるんですが、一応1種類だけ一番強いこいつだけ紹介していきます。イービルヒーローアダスターゴールド、効果モンスター星4、光属性、悪魔族2100800と、このカード名のカッコ1の効果は一旦に一度しか使用できないよ。このカードを手札から捨てると、アダスターゴールド以外のダークフュージョンのカード名が記されたカードまたはダークフュージョン1枚を、手札に加えることができるよ。だからさっき説明したダークコーリングと、ダークフュージョンはこのモンスターを手札から捨てるだけでサーチできるんですね。で、自分のフィールド上に融合モンスターを存在しない場合、このカード攻撃できないよっていう効果なんですけども、イービルヒーローといえばこいつなんですよ。これちなみにキャプテンゴールド の闇落ち版なんですよね。見た目、よく似てるじゃないですか。イービル版のミラクルフュージョン、であるこのダークフュージョンとダークコーリングを、なんでかキャプテンゴールドってスカイスクレーパーサーチするのに、こっちはね、なんかミラクルフュージョンの方をサーチしちゃうっていう、なんかめっちゃぶっ壊れモンスターなんですよね。で、こいつが、OCG でもすげえ強くて、このモンスター。これなんでかっていうと、OCG の方では、エレメンタルヒーローとデスティニーヒーローとビジョンヒーローと、マスクヒーローを全部混合したヒーローとかも結構あるんですけども、このね、
アナスターゴールドをとダークコーリングを出張させると、なんとね、あのアレイスターと召喚マジみたいな感じで出張パーツとして成立するんですよ。これあの融合モンスター、後であのマリシャスベインっていうマジでぶっ壊れモンスターがいるんですけど、それをちょっと説明しますけども、あのそいつを出すためにアダスタゴールドとダークコーリングを入れておけばもう大体成立するので、これは本当にぶっ壊れです。多分リンクスには来ません、強すぎるので多分ね、なんかリーク情報とかいろいろあるんですけども、リークにもなかったっぽいらしいので、なんかそのアダスタゴールド多分ないね。まあただ強いんで一番なんで紹介しました。で、お次は上級モンスター、上級モンスター2種類紹介していきましょう。上級モンスターまず1つ目シニスターネクロム、これもね結構強くてですね、コカモンスター星5ヤメ属性悪魔属1600、1800っていうステータス、星5なんで、であのステータス的には弱いと思うんですけども、あの墓地の効果強いですね。墓地のこのカードを除外して手札デッキからシニスターネクロム以外のイービルヒーローモンスター1体を特殊召喚できると。あのネクロダークマンの闇落ち場みたいな感じなんですけども、ネクロパッダークマンより全然強いですよね。あのこれあの要は墓地に叩き落とせばいいんで、このモンスターをだから、例えばバイオンとか、単純に融合さにするとか、いう方法でシニスターネクロムを墓地に送ると、シニスターネクロムの効果で除外してデッキから、イービルヒーローを特殊召喚できると。これねイービルヒーローなんで、これねちょっと分かりにくいのは、エレメンタルヒーローとイービルヒーローってあの点か棒かの違いしかないんですよ。あのエレメンタルヒーローってあの点なんですよね。でイービルヒーローっていうのは棒なんで、ちょっと間違いやすいんですけども、イービルヒーローを、特殊召喚できるっていうことなんで、エレメンタルとかは出せません。だからエアーマンとか出すってくることはできないんですけども、イービルだったら出せる。なんとね、リクルートしてくるモンスターそんなに強いモンスターがあんまりいなくてですね、あの言うてでもマリシャス、エッジあたりかな、上級モンスター。一応マリシャスエッジっていうのを次にやるモンスターなんですけども、マリシャスエッジとかくらいなのかなみたいなことは思ってるんだけども、まあ一応ね特殊召喚できるっていうことは素材にできるので、まあ、融合素材にして1体出してきたら、まあ、要はアドバンテージ回復できるじゃないですか。だからまあ悪くはないですね。OCG だとバイオンの効果とか以外にも、なんか週末の騎士とかで墓地送ったりもできますね。で、さっきのシニスタネクロム の話題でも出したマリシャスエッジっていうモンスター、効果モンスター星7地属性、悪魔族2600、1800と、相手のフィールド上にモンスターが存在する場合は、一体リリースで出せますよ。でこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合貫通しますよっていう、まあすごくシンプルなモンスターですね。まあ、ネクロムから出してくる一番打点が高いモンスターなので、例えばですけど、あのフェイバリットヒーローをつけるとか、あのマリシャスエッジにでフェイバリットつけてぶん殴るみたいなね、脳筋戦術みたいなことはできるかもしれませんけども、まあ、あんまり使わないですね。一応その素材に指定されてるんですよ、あのマリシャスエッジって、マリシャスデビルとかの。だからまあそ の素材指定で、まあ、使うことはもしかしたらあるかもしれないけど、あんまり使ってる人は見たことはないですね、個人的には。さあこっからはね、融合モンスターですね。融合モンスター、まあ3種類くらい説明していきたいなと思います。まずはぶっ壊れモンスター、こちらマリシャスベイン、めちゃくちゃ強いんですよこの人びっくりするんじゃないかな、リンクス民が見たら多分びっくりすると思うわ、この効果。融合効果モンスター、星8闇属性悪魔属3000っていう、まあ、そのすごいあの強い打点で、イービルヒーロープラス、レベル5以上のモンスターっていう、あまりにも緩すぎる召喚条件レベル5以上だと何でもいいんですよ。だから例えば、超融合とか入ってると、イービルヒーローと相手のモンスターで融合するっていうことも もちろんできるし、あとレベル5以上ってさ、ディアボリック界がいるんですよね、ヒーローって。だから、さっきのアダスターゴールド と、ディアボリック界とかで融合できるんで、これめっちゃ強いんですよ、めちゃくちゃ出ます。だからアダスターゴールドとダークコーリング と、マリシャスベインを、ぶち込むっていうのが、イービル出張パーツですね。でこのカードは、効果がマジで強くて、まずカッコ1、フィールド上の、このカードは戦闘効果で破壊されません。コキュートスみたいな感じですね。まあ一応コキュートスは戦闘で破壊できるんですけども、こいつらなんと戦闘でも破壊できないっていうバチクソ家庭効果を持ってるんですね。で、自分のメインフェーズに、このカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ、相手フィールド上のモンスターを全て破壊する、まあ、3000以下のモンスターを全て破壊しますと。3000以上のモンスターってあまりいないのでね、3000超か、3000超のモンスターってそんなにいないんで、大体全部破壊できます。しかもヒーローってね、他のヒーローの打点結構上げるモンスターいっぱいいるんですよ。だからこいつね4000とか5000になったりします、結構。で大体全部破壊して、破壊した後におまけみたいな感じで、破壊したモンスターの数かける200ポイントの攻撃力をアップしますと。でこの効果の発動単終了時まで自分はヒーローモンスターでしか攻撃宣言できませんよっていう効果なんですけども、まあ、ヒーローデッキだったらヒーローしか入ってないから別に関係ないんですよ。デメリットでもなんでもないです、この最後は。もうね、とにかくね、このモンスターはねめちゃくちゃかっこいいっていうこと、そして効果が簡単に言うと、まあ、ぶっ壊れっていうことで、実質サンダーボルト持ちなのに
もかかわらず呼吸ドスみたいな、まあ、体勢持ってるみたいなところでめちゃくちゃ強いです。ただし多分ね、デュエルリンクスではね、因果切断とかで対象には取れるんですよ、このモンスター。だから因果切断とかでなんかその消えていくような未来は見えますけども、まあでもさすがに来たら強いかな。隕石くらいでしか突破できないんじゃないかな。デモンズチェーンとか打たれてもまあ辛いっちゃ辛いけど、まあ、デモチェとか隕石とかその辺で一応突破できますが、まあ、なんだかんだ言うて強いですこのモンスターは。何が一番強いかっていうと、さっきも言ったようにアダスターゴールドとディアボリックガイで作れるっていうのが強すぎます。非常にリンクスに来たら間違いなくぶっ壊れるわ。さあお次はダークガイア。これはね、説明するまでもないぐらい脳筋なだけ。あの悪魔族足す岩石族っていう、全くもうイーヴィルヒーロー関係ねえ融合素材で出てきます。で、星当て地属性悪魔族、攻撃力がハテナで守備力が0と。このカードは、元々の攻撃力が、素材にしたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値にできるんですよ。だから、例えば、素材としては、昔はね、バルキリオン、マグネットバルキリオンとか、マグネットバルキリオンとか、あと、悪魔族でいうと、カオスハンターとか、リンクスだと、それからまあ、最強だと、ラビエル、4000ある、ラビエルとかで融合すると、例えば、バルキリオンとラビエルで融合したら、4000たす3500だっけ、あれ。だから、7500とかになるんですよ、打点が。バケモンですよね。で、こいつが攻撃宣言するときに、相手のフィールドの守備表示モンスターを全部攻撃表示にして、リバース効果を発動せずに、そいつをぶん殴れるっていうことなんで、まあ、リンクスに来たら多分ワンキルは結構取れるかなといったところですね。OCG の方ではね、マグネット・バルキリオンもラビエルもどっちもね、サーチができるんですよね。融合、まあ、リンクスもできるか、融合準備あるから、融合準備とか、あと、融合徴兵とかでサーチできるんで、素材をまあ確保するのはそんなに難しくないんですよね。でさっき言ったように、アダスターゴールドでダークフュージョンとかダークオーリングが持ってこれるんで、割とまあ出すだけだったら簡単だと思います。まあデモンズチェーンをちなみに打たれてしまうと攻撃力がゼロに戻るっていうあまりにもかわいそうな、まあ、モンスターなんで、ちょっとすぐにやめていただきたいんですけども、まあ、一応ダークフュージョンで出して対象に取れなくさせて因果切断とかデモンズチェーンとかを回避していくみたいなプレイングになるかなと思いますね。まあ、このくらいであればまあリンクス来てもいいんじゃないかなとはちょっと思いますよね。はい、さあお次はマリシャスデビル、星8炎属性悪魔族3500-2100っていう、まあ、打点はかなり高いですね非常に。でマリシャスエッジっていうさっきやったモンスターとレベル6以上の悪魔族モンスターっていう、条件出せますよと。でこのカードがモンスターゾーンに存在すれば、相手のバトルフェーズの間、相手フィードのモンスターが全部攻撃表示になって攻撃してこなきゃいけないっていう、そういう効果です。で、まあ、ただ脳筋なだけなんでこのモンスター基本的には、まあ、そこまで強いモンスターではないんですけども、まあ、エッジはねバイオンとかで疑似サーチみたいなのもできますし、出すこと自体はそこまで難しくはないかなといったところ。ただしね、このモンスターの悲しみを背負っている部分はですね、全く同じ融合素材でマリシャスベインが出せるんですよ。さっき言ったぶっ壊れモンスターですね。マリシャスデビルを出さなくてもマリシャスベインが出せるんですよ。全く同じ融合素材でエッジとなんかそのレベル6以上の悪魔族ってイーヴィルヒーローとレベル5以上のモンスターじゃないですか。だからマリシャスペインが出せちゃうから、こいつを出してる人はあんまり見たことがないです、あんまりね。ただまあまあまあかっこいいモンスターですし、まあ原作でも活躍していたので、まあ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 悪くはないかな。まあ沼地のマシン王とかも一応使えるんで、マリシャスエッジっていう名称してなんで、だからまあイーヴィルヒーローが入ってなくでも一応ダークホーリングとかがあれば出せますよみたいな感じですよね。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、他にもいくつかあるんですけれども、まあ一応主要どころを説明させていただきました。イーヴィルヒーローね、僕個人的な話をするとすごい好きなんですよ。OCC の方では EDVM、イーヴィル全部合体したデッキを作ってるんですけども、まあ、もちろんマリシャスメイン出てくるだけなんだけども、そのデッキもとにかくね、イーヴィルヒーローってすごいかっこよくて、覇王10代のそのなんか闇落ち感がたまんないんですよね。中二心をくすぐるっていうか、なのでちょっと早めにねキャラ実装をお願いしたいなと思います。あと全然関係ないんですけども、そろそろアンチのみ実装して、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。